明治維新から敗戦まで77年で、この敗戦から2018年までということになると75年、いわば150年のちょうど中間あたりに1945年という敗戦の年があるわけです。でこの前半のですね、前半の我が国の前半の77年というのは戦争に次ぐ戦争の時代でした。よくこれだけ戦争をしてきたものだと呆れるぐらいのですね状況なんですね。具体的に申しますと、1894年明治27年に日清戦争が行われた。その10年後に日露戦争、さらに10年後に第一次大戦参戦ですね。10年ごとに戦争、大きな戦争をやってるわけ。また1931年の昭和6年なんですけれども、ですから第一次大戦に参戦してから17年後にですね、満州事変と称する満州侵略戦争をやってるんですね。それからわずか6年後、これは1937年、昭和12年なんですけれども、盧溝橋事件をきっかけとして、いわゆる新羅事変ですね。これはもう全面的な中国との衝突戦争です。それでもうずっと1941年には7月に南部の仏印に進駐し、12月には東東対米の戦争を始めるに至った。もうまるで戦争だらけのずっとこの77年だったわけですね。まあ、今から振り返ってみてもですね、本当にこれだけ戦争が少なくってのはあったんだろうというぐらいに思いたくなるほどの戦争の連続だったわけです。でところがその同じ国はです、その同じ国が1945年、昭和20年の大敗北を境にして、なんと71年間戦争してこなかったんです。でこの要因、この変化の要因というのは一体どこにあるのかということを私はずっと考え続けてまいりました。憲法9条がその最大の砦であることは明らかではありますけれども、果たしてそれだけなのか。いってらっしゃいだった。いいもうお前分かってんのか、おっかさん嬉しそうに言ってるし。あれそうじゃねえんだぞ、おっかさんもな、このところいろいろ忙しいんだ。あっちこっちの集会だのな、国会前だの言ってるから。ああ、だからおめえがいるとうるさいから、お父さんに連れて歩け、連れて歩け言うんだよ。そうなんだよね、おっかさん毎日忙しいんだよ。おっかさんはね、いつもね、あたいたちの未来とかね、国の将来とかを考えてね、大変なんだよ。そこ行くとお父さんはいいよね、能天気で。うるさいね、お前は。あのな、お父さんは毎日毎日おめえたちから食わせるために働いてんじゃないの。いいから黙って歩きな。ほらほら人がいっぱいになってきたからな、迷子になんないに気をつけて歩くんだぞな。お父さんの言うこと聞かねえとな、今日はひどい目に合わせるからな。怖いよお父さん。そのさ、ちなみにひどい目ってどんな目。どんな目、そうだな、あそこに川があるんだろ。おめえが今日お父さんの言うこと聞かなかったらな、あの川に連れて行っちゃうぞ。あの川は怖いんだぞ。あの川には特別にカッパって怖い動物がいるんだ。おめえみたいな悪いことも見つけるとな、お尻をゲブってかじっちゃうんだから。お父さんお言葉ですけどね、カッパって動物は人間の考え出した架空の動物なんだよね。そういうさ、架空の動物でもって子供を脅かしてさ、言うことを聞かせようっていうの、そういうのって抑止力って言うんだよね。そういうさ、過剰な女の仮想敵国なんか抱えちゃってさ、それでさ、一生懸命軍事を強化させるなんてさ、そういうのは真の平和の構築にはなる。うるさいよ、お前は。